はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵に三ツ矢サイダー、このジュースをですね混ぜて飲んでいました。日本のサイダーでロングセラーナンバーワンって書いてありますね。長寿商品ですから、時代の古いにかけられて、まあ、現代まで生き残ってきている財やサービスというのは何かがあるんだろうと。何かがないとね、このレッドオーシャンの世界で生き残っていけませんから。サイダーの甘さと炭酸の調和が美味しいですね。香りはですね、まあ香りもいつものサイダーの香りっていう感じです。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。まあ先日 NHK で性欲についてやってましたね。性のバーチャル化っていうのはなかなか面白い表現ですね。私のような彼女いない歴年齢の弱者男性からしたら福音でしかないわけですが、もうあれですよね、もうメタバースの世界で自分好みのビジュアルと自分好みの性格、自分好みの音声とですねコミュニケーションを取るっていうことは現実的に可能ですよね。まあ、エニグマっていう映画でアラン・チューリングさんが考案したチューリングテストっていうのがありまして、要は相手が機械なのか人間なのかを判定するっていうゲームなんですが、チューリングテストはね、すでに今の AI が乗り越えてると思いますので、もう人間とほとんど変わらない相手とですね、メタバースの世界でイチャイチャできると思うと胸が熱くなりますね。アンドロイド的なものも生まれてくるでしょうから、そのアンドロイドにね、その AI が搭載されたら、もう人間と変わらないですもんね、事実上。夢が広がりますね。やっぱり一日でも長く長生きしなければと思う今日この頃でございます。まあ、昔はね、私のような弱者男性っていうのは、まあ、一人で生きて働いて老後を迎えることなく、多分40か50ぐらいでね、まあ、のたれ死にするっていうのが、まあ、妥当な人生だったのかもしれませんけれども、まあ、現代においてはですね、私のような弱者男性も、まあ、性のバーチャル化によってですね、疑似的に楽しむことができる時代が来ている。そういう時代に生まれた幸運をですね、享受したいと思っております。やっぱそのためにもですね、最近思うのがですね、以前からちょっと思っていたんですが、何を食べるかよりも、あまり食べない方がいい気がしますね。カロリー制限って、健康にいいのはほぼ間違いないわけですよ。健康になるためには何を食べればいいかとか何を飲んだらいいかとかっていろいろ考える人多いと思いますが、多分逆で、そもそもあんまり食べちゃダメなんですよね。何を食べるかよりも食事の量をまず減らした方が多分健康にいいわけですよ。なので一日でも長く長生きしてですね、最先端のテクノロジーを楽しみたいと思っております。はい、ということで現場から以上です。